どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回ね、奈美さんの方から色字というタイトルで動画の方を送っていただきました。まあ非常にね、素晴らしい感銘のある言葉を色字で読まれた、まあそんな学校があったということだったんですけども、私ね、常々思っていたんですけども、こういう先生ってのがね、本当にもっともっとたくさん出てくればいいのになと。昨今ではどっかの大学の卒業式やね、何か門出の時に有名人とかスピーチの上手な人を呼んで、まあ、その人の人気でそういった式を盛り上げていこうとする、まあそういうふうなね、動きもあります。それ全てを否定するわけではありませんけども、学校の一番おいしいところにね、学校じゃない人、学校関係者じゃない人を呼び込んで何かを語らせるっていうのはちょっともったいないような気がするんですよね。うん、まあ仮にも人にものを教えるところですから、その講師や教授の中からそういった外部に影響力のあるようなね、あそこの学校の式辞はすごいぞと、卒業生を送り出す時のスピーチはもう有名人でも何でもない一学校の先生なのにすごいこと言ってるな、みたいな人が現れてもいいんじゃないかなと思うんですよ。教育機関にいるわけですからね、最高学府を司っているわけですからね。まあですんでね、私はね、もっとね、学校の先生に能力を発揮してほしいなと。単純に有名人芸能人の力を借りてくればいいってもんじゃなくて、そんな力を借りなくても学校独自ではこういうふうに輝いてますよとかね、私たちの方法で生徒さんを最後に送り出す時には最後まで私たちの力でやってますよみたいにね、なっていただければいいなと思いましたね。まあ、今回の奈美さんから送られてきた動画を拝見しながら、ああ、いい先生がいるところにはいるんだなと、うん、まあ、そういうふうに感じたわけでございます。まあもちろんね、卒業式に有名人が来たらちょっと嬉しいですけどもね。でも、そういうふうな学校じゃない人の魅力で、なんかね、せっかく美味しい一番大切な式を終わらせてしまうのは、まあ一長一短かなっていうところでございました。それではお疲れ様です。